時速400キロで突き抜ける一度きりの青春。熱き思いをシャトルに乗せて、今青春時代を過ごす君も、かつて過ごしたあなたも、バドミントン部の高校生たちのみずみずしい青春ストーリー、ラブオールプレイ、毎週土曜夕方5時半。いよいよ始まりました、読売テレビの新アニメラブオールプレイ。高校生の青春ですか、いいですよね。ラブとくればてっきり恋愛ものかと思ったのですが、何やらちょっと違うみたいなんです。これを見ればよりアニメを楽しめること間違いなし。ラブオールプレイが皆さんに愛してもらえますように。先月東京ビッグサイトで開催された世界最大級のアニメイベント、アニメジャパンで、ラブオールプレイの豪華声優陣が集結しました。じゃあ盛り上がっていくぞ、ラブオールプレイ。読売テレビの新アニメラブオールプレイ、主人公水嶋凌役の花江夏樹です。結構やっぱりキャスト同士ですね、こう楽屋とかで喋ってるのが本当に部活みたいな感じがして、すごく青春時代を思い出すというか。ラブオールプレイ、榊翔平役の浅上洋平です。スポコンアニメということなんですけれども、一人一人のメンバーたちの心の成長も主に描いている作品ではあると思いますので。ラブオールプレイ、松田光輝役の古川誠です。バドミントンっていうスポーツにかけた、彼らの物語を楽しんでいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。双子の弟、東山陽次役の柿原哲也です。何点たって今日はこのメンバーが集まっているんで、もう最高のステージにしてやりますよ。どうも皆さん、ラブオールプレイ、内田明役の梶幸です。みんなね、自分のラケットを持って登壇ということで、僕もちゃんと前ラケット、お前フライパンだ。柿原さん受けるって言うから爆笑だよ。本当ですか、爆笑いただきます。全然聞こえないけど。横浜港高校バドミントン部、選手入場、いくよ。どこ、いやだよ、出たくない。いつ行く、え、もういいの。カジ君、何それ。カジ君もしかして新キャストの発表を行いたいと思います。早速ドキドキです。ドキドキですね。ドキドス、本当カジ君ドキドスドキドキドキみたいなこと言ってましたけど、ドキドキしすぎて、ドキドキ顔めっちゃ赤いっすよ。ごめんなさい。ドキドキしてます。ドキドキしております。ということで、早速発表していきたいと思います。本日発表する新キャストはこちら、さあ、猫のラムネを演じますのは僕の家族のコンペイくんです。わーお、おー、大型新人来ましたね。大型新人来ましたね。え、これ本当ですか。これ本当です。すごい。まあ、というのはですね、リアルな猫の声がちょっと欲しいっていうことで、結構コンペイくん鳴き声が特徴的なのが結構鳴くので、それをちょっと僕はどういう感じかちょっと聞かせて、ちょっとやってもらっていいですか。聞きたいですね。コンペイね、にゃーって鳴かないんですよ。にゃーって鳴くこともあるんですけど、いるじゃん。これ完全なるいるじゃん。キャスティングミスじゃないですか。キャスティングミスじゃん。そうだよ、やっぱオーディションした方がいいっすよ。もう一回やった方がいいっすよ。そんなリアルな猫の声にも注目していただければと思います。さあ、ということで魅力的な猫が登場するラブオールプレイ、よろしくお願いします。ありがとうございました。てましたよね。でも楽しかったから OK です。
ぶちかましてやったぜ。噛むんだね。全然噛んでる感じしなかったけど。全く気づかなかった。ラムネちゃん楽しみですね。メッセージ、メッセージ、メッセージ、新生活おめでとう的な。そうだ、新生活おめでとう。それじゃバーンって書いたらいいんじゃない。まず羽根がね、ドーンと書いた方がいいよ。やっぱチョークだな。チョーク、やっぱ白のチョークでね。あー、いいいいよ、いい。埋め尽くしちゃいない。でかい。長いな。すごい。想像以上に。だいぶ下に来るんだ。あー、あったあった。出た出た。あったあったあった。ここなんですよね。でしょうね。対一王子。対一王子。俺の好きなね、四字熟語。四字熟語。四字熟語。四字熟語、交通安全かな。交通。大事なことですよね、でもね。小学校。でも違うみたいですよ。これ一期一会かな。いや、先に言うのやめてもらった。多分、これ、ここまで来たらそうだけど。一期一会じゃないよな、まさかな。僕、一人ずつ書くスタイル。カキーさん、鳥なんだ。いや、俺、違う。そんな、こんな、先生たちおめでとうっすよ。電気屋さんとかに置くやつ。俺とスーパーシー、スーパーシー。ああ、でやったらもう。ラムネ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 。イグイ。コンペイ。コンペイです。コンペイ。猫の顔。あ、猫。うん。さ、これエールになってる？ねえねえ、エールになってんのこれ。これエール。え？一文字も書いてないじゃないですか。え？これこれ。あ、だ、国連、国連。あるあるある。この時期だもんね。そろそろちょっと出会いと別れの季節です。ありますよね。あ、これもう何？こうしたくなりますもんね。これで完成じゃ。これ二文字なのは。これいじられキャラだね。この教室で。マジ？ちなみにだけども、これあのドイツ語では。かっこいい。アイヤ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 。あやー！また国籍が変わっちゃう。なんだ？なんだ？いい。英語でいきます？お、N。N。あ、エンジョイじゃない？お、先に行った！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 ああ、返した！エンジョイ！エンジョイ！はい、かけられた！エンジョイ！大事ですよ。さらには、エンジョイ。ハテナマーク。エンジョイ。ああ。チャレンチャレン楽しんでるか、いいね、楽しんでんのかっていうことのハテナでエンジョイ。そう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 、ね、新生活で緊張すること多いでしょうけど、確かに楽しんでいかないと。そうなんか大切ですよ、こういうのね。あ、じゃあこれじゃあみんなでもう全部はいはい、みんな持って新生活おめでとうございます。はい、頑張って。第1回の放送見ていただけましたか？見ていない方もまだ遅くありません。これからということで、毎週土曜日夕方5時30分放送中。皆さん、ぜひご覧ください。ラボールプレイ。エンジョイ。それ、この間見に行った横浜みなとの県大会。さあ、遊佐健との決勝。すごかったな、あの時の遊佐健と。俺らとはレベルが違いすぎるよな。俺もこんな風にやれればな。横浜港に来ませんか？え？水島君にうちのバドミントン部に来てもらいたいと思っています。いや、亮の本当の気持ちはどうなの？亮は本当はどうしたい？何をしたいの？自分で考えて自分で決めなきゃダメだよ。お願いがあるんだけど。俺、やっぱり横浜港行きたい。遊佐さんのいる強いチームでバドミントンがしたい。どこまでやれるか試してみたいんだ。ここから始まる気がする。俺の試合開始。ラブオールプレイ。憧れのスーパースター遊佐健人と対面した中学生の亮たち。名門横浜港高校の練習で目にしたものとは。注目の第2話は4月9日土曜日夕方5時30分からです。